ちは。こんにちは、さゆたかさん。はい。ベストナインとともに、そのベストナインの最後に発表されるのが、その年の MVP と新人王です。はい。まあ、権威あるというか、その年に一番活躍した選手たち、そして新人に贈られる賞です。まあ、MVP っていうのはさ、はい、やっぱある程度その、いい成績を上げたチームだよね。うん、はい、まあ、例えば、めちゃくちゃな数字を残したと。まあ、村上が例えば最下位でね、三冠を取ってたら村上っていうかもわからないけども、そういう成績を残した人は今年はあんまりいないし、だからまあ優勝チームからまあ出てくるだろうなっていうふうな感じだし、俺もそういうふうに選びたいしね。だからまあ阪神、パ・リーグではオリックス、まあ、なっからこうちょっと選びたいなというふうに思ってね。おお、なるほど、はい、ではまず新人王からいきますか、はい、あ、新人王からいきますか。新人王から MVP を最後に取っておきましょう。いい、そして一番最後にさらに豊か賞というのも今回、特別賞な、もう本当に感動するというか、はいはい、その賞も最後に発表ということで、まあ、そうだね、はい、まあ、新人王、まずはセ・リーグの新人王からです、はいはい、阪神村上、もうここ、そうですね、いや、ここはもう一択だったね、はい、何の迷いもなかった、うん、だから村上っていうのは本当にあのよく投げたしね、はい、支えたよね、阪神の投手陣をね。ですよね。しかもあのシーズン通して最初に出てきてましたし、はい、あのノーヒットノーランもやるんじゃないかっていうような試合も、まあ、完全試合な、完全試合、はい、はい、ありましたし、ただ俺が一番感動したのは楽天戦で、はい、まあ、DH があったとはいえ、うん、完投負けをしたんだよね、はい、その時阪神がヘトヘトで、うん、投手陣一人もあんまり使いたくないって、うん、でも村上が投げ切って、まあ、打てなくて負け投手にはなったけども、はい、あの試合っていうのはすごく感動的だったね、うん、だから負けて感動させられるピッチャーっていうのはさ、うん、なかなかいないんだけども、はい、そのもちろんこう勝った試合とかね、そういうこともあるけど、よくやったと思うよ。ですよね、だから俺は迷いなくセ・リーグの新人王は誰って、うん、ああ、もうそれは阪神の村上、うん、もうこの一択でいいって、もう一択で、うん、これが例えば記者投票だけどもさ、ここはね、はい、うん、違ってたらちょっと俺はちょっと異議申し立てるよあの会場行きますよね、会場行くよ、乗り込んで、ちょっと我慢できないまあでもここはもう新人王は村上投手でしょうね。まあまあそうだろうね、はい、はい、さあパ・リーグの新人王です、はい、新人王ってさ、はい、まあ、例えばその優勝チームとか、はい、下位のチームとか、そんなんじゃなくて、やっぱこうチームに貢献度だよね、はい、自分がどれだけ貢献したか、まあ、確かに優勝したチームっていうのは一勝が他のチームよりも価値あるものにはなるけども、はい、まあ、だけど、まあ、ルーキーだから本当に個人の成績だけを見た、うん、そういう形でちょっと追ってみたかったんだね、パ・リーグの方は。なるほど、うん、やっぱこう競い合ってる選手がいるからさ。そうなんです、実はあの豊さんの動画で今シーズン中盤に今年新人王争いどうなるかなっていう動画上げてると思うんですけど、はいはい、その中でパ・リーグがなかなか気づかれてないけどこの選手すごいんだよっていう、まあ、上げた選手がいるよな。そうなんです、まあ、途中までは、うん、まあ、正直な話山下俊平太、うん、オリックスはもう一択でいいと、はい、まあ、もうセ・リーグは村上、はい、ね、パ・リーグは山下俊平太、はい、もうこれでいいだろうって、うん、思ってたの。思ってたんです。しかし思ってたけどお前楽天の渡辺、はい、そうなんです、渡辺翔太選手、はい、51試合、はい、8勝3敗、うん、25ホールドすごい、防御率が 2.40、はい、で山下俊平太、はい、9勝3敗、うん、防御率が 1.61、はい、どうする、どうしましょう。これ山下俊平太投手は2020年のドラフト1位、はい、今2020年です。一方渡辺翔太投手は2022年去年のドラフト3位です。そうだね、はい、まあ、そういうプチ情報なんですけど、まああるけども、はい、うーん、まあ、多分記者さんの印象だとどうしてもやっぱ先発投手とか、はい、抑え投手とかクローザーとか、はい、投手だとそこに行きがちだったりもしますよね。だから山下俊平太が10勝上げたら、はい、これはもう間違いなく優勝にも貢献してるし、はい、まあ、優勝っていうのはねルーキーにとって、まあ、大事なことかもわからないけども、本当に個人の成績というふうに考えるとやっぱり10勝してて欲しかったなっていうのがあるんだよね、はい、まあ、それと、まあ、でも開幕投手もやってんだよね。あ、そうか、そうかあと
そうそうか、防御率っていうのも例えば記者さんの目に印象としてはそりゃ 1.61 だもん。そうなんですよ、ルーキーというかデビューして 1.61 ってなかなかないぞ。新人でそうですよね。まあただ渡辺って中継ぎで主に使われて8勝3敗って、いやすごい運を持ってるし、25ホールド、これもすごい立派な数字だし、防御率が51試合投げて 2.40 って中継ぎでですからね。いやすごいんだよ。で本当のルーキーは渡辺投手なんですよ。2022年のドラさんなので、去年ドラフトされて今年っていう、まあ、まあ新しいね。そうなんですよ、まあ、新しいという意味で。まあね、いやだからどうなんですかねこれは。いや難しいなこれ。俺離脱してなかったら山下、まあ、例えばクライマックスシリーズとか、はい、ちょっと故障で出れないっていうんであればいいけども、うん、シーズン途中で離脱したでしょ、はい、だからここの印象なんだよ。うん、で渡辺は持ったからね、はい、うん、頑張ったからね。うわどうしよう。でもこれは別に記者さんがこの人に入れるかなじゃなくて、うん、豊さんが選ぶの、うん、新人を。そうだよ、はい、なので悩む必要ないかでも悩むでしょ悩みますよ。だから俺は個人的には山下俊平さんの素質とか開幕投手、ね、防御率、はい、打者を圧倒していくあの投球、うん、だけどシーズン通して働けなかったっていうことを考えて渡辺かな、うん、いいと思います。中継ぎで新人王って、うん、そうあんまり聞かない。そうだな、はい、渡辺って本当に頑張ったと思うよ、うんうん、だから8勝3敗、うん、ね、25ホールドで防御率が 2.40、はい、1シーズン頑張れたっていうことから考えると、うん、渡辺にやりたいな。ですよね。でホールド25でホールドポイントは33なので、うん、もういいと思います。もうなあ、うん、だからこれがチームの成績としてね現れてないっていうのはちょっと悲しいことだけども、山下俊平の9勝3敗、うん、6つの貯金を作ってるんだよね、はい、この一人の投手で。それ考えると山下俊平って、ね、もう一緒になっちゃう。じゃあ渡辺俊平にしてお前両方取っちゃえばいいんじゃない。そうですね、それいいけど。いやだから山下もいいけど怪我っていうのがね、うんうん、離脱っていうのが、はい、ちょっと引っかかって渡辺。いやいいと思います、これは、はい、誰もが山下俊平太投手っていう中で、うん、この渡辺投手の存在感、そうだな、いいと思います私は、はいはいはい、じゃあセパ両リーグの新人を出揃いました、はい、ここからは MVP です。 MVP な、まだやってなかったな MVP。 まずはもう終わっちゃったかなと思ったセリーグです。セリーグ、はい、阪神、はい、大山。おお、4番大山選手。やっぱね、あの重圧っていうのはなかったと思うわ、うん、俺動画で泣いたけど、はい、大山のことを考えると、うん、まあ今でも泣きそうなんだけどさ。おお、来てます、ティッシュ用意します。ほんと我慢したから。その我慢、チームを勝たすための我慢だから、うん、で自分が勝手に打ちたい、はい、ね、打てばいい、そうじゃない、ずっと我慢した1年間だ。あ、まあそれでね最高出塁率とか取れたけども、はい、やっぱ大山4番じゃなかったら俺優勝はなかったんじゃないかと思うよ。そうなんですか、ね、よく大山耐えたよ。本当あのつなぎの4番っていう風に今年言われて、いや俺はつなぎとは決して思わなかった。チームを勝たすために我慢しただけで、打ったらもっとホームランでも打てたと思うよ、打率が低くても。はい、いやだけどそこをぐっと我慢してフォアボールの大切さっていうのを4番が示したシーズンだったと思う。そうですね、あ、だから俺は大山しか考えられない。で、あの4番譲らなかったですからね最後まで、で全試合出てるしさ4番で、はい、うん、ね、まあ、岡田監督もずっと我慢をして大山と心中するぐらいのつもりで、うん、4番に据えたと思うけども、その期待に本当に応えたと思うよ。ですよね、うん、まあ、シーズンではないですけど日本シリーズで前の選手2人が申告敬遠での自分っていうところの、うん、うん、なんだろう、そういう思い、まあ、それでサヨナラ打ってるしな。そうなんですよね、うん、いやそれとやっぱサトテルがね、はい、育ったっていうのはやっぱ打点の多さ、うん、そういうことにもつながってるし、確かに、ね、だからもう本当に大山が打席に入るのは見本だよ、うんうん、バッターとしての、はい、よく我慢した、
だからもうやっぱこう賞をあげたいよ MVP をね。ここは華やかな賞ですよね。だからもうお願いします本当に記者投票もう終わってるかもわかんないけども、いやでも大山選手になるんじゃないかなっていう予想はなんかしますね。まあまあそうだね、ここは、はい、続いてパリーグです。パリーグは山本、まあ、そうでしょうね、うん、まあやっぱ WBC 行って沢村賞取って、はい、まあやっぱ調整はすごく厳しかったとは思うけども、うん、やっぱそれなりの力を出してくれてね、はい、最多勝とか、そうですよ、もう毎年のように難関が取るというね、あのずっと連続で取ってますからね。そうだね、だからまあ圧倒してるかな多分ね、うん、もうここはもうね満場一致で山本投手でしょうね。そうだね、はい、だから山本でいいと思う。さあ新人王と MVP が出揃いました、はい、では最後に高木豊賞です、はい、これも豊さんの独断と偏見で、はい、今シーズン頑張った選手、まあ、ピッチャーと野手に分けました、ここはね、分けました。でセパはもう関係なく、関係なく、はい、分かりました、はい、でパリーグファンには怒られるかも分からない。ということはもうセリーグなんじゃないですか。そうそうそう、いやだけど、はい、でも話を聞いて納得してほしいと思う。わかりました、はい、じゃあまずセリーグピッチャーは、ピッチャーはバウアー。バウアー、うん、はい、バウアーはもうね日本人投手が投げる、うん、ね、球数何球です何球ですって、うん、あ100球いきました、うん、もうそろそろ変えなきゃ、これをね変えた、うん、ピッチャーのその見方っていうか概念というかね、うん、まあ、そういうものを変えてくれた、はい、ね、はい、あのさアメリカが最初にやり始めた100球、うん、中4日、うん、これ120球以上投げたのが4試合ぐらいあるんだから。そうでしたね。そうでしょ、うん、そしたら各球団の監督がピッチャー引っ張り出したよ。100球超えてもそうですね。だからバーバーがやってんだから俺らもできるだろうみたいな、うんうん、調子よかったら行かせろみたいな、はい、そういうのに野球になんか新しい風を吹かしてくれた、うん、投手陣の中で、はい、でやっぱ味方がやっぱミスすると怒り倒す、うん、こんなのは優勝するチームの守りではないみたいな、うん、確かにそうだよ、うん、でもそれは平気で言える、はい、ね、でも自分が YouTube 撮ってて、うん、その試合打たれちゃったんだけどねやめろっつってそれはなんで、それも、まあまあ、それもねお茶目なところで、はい、まあ、だけどバウアーがやっぱその一つの概念を取っ払ってくれたという意味ではすごい風を吹かしてくれたなっていう意味で、うん、特別賞みたいなのをあげたいよね。確かにあの今後の日本の野球、その先発ピッチャー陣の使い方、起用のされ方が、うん、もしかしたら変わる第一歩、うん、になるような投手かもしれないですね。まあそうだね、うん、だから、まあ、原監督に聞いたんだけどさ、バウアーが100球中4日の国から来ててね、アメリカから来てて、でバウアーがああいうふうな、ね、ことをやってくれると、うん、やっぱ投げやすくなったんじゃないのって言ったら、まあそれは確かにあるかもわからんなって、一理あるかもわからないって言ったことがすごく印象に残ってて、はい、うん、だから本当に良かったなと思うよね。うん、うん、まあ、最後はねちょっとあの怪我をしてしまって、はい、クライマックスシリーズも最後見られなかったんですけども、まあ、まあそうだね、まあ、でも本当にあの日本の選手、投手に、投手とはどういう魂で戦うべきなのかっていうのも、あとファンにも見せてくれたし、あとやっぱファンを盛り上げるっていうこともしてくれたので、ね、うん、豊さん的に、じゃあ豊賞はピッチャーはバウアー、バウアーですね、はい、野手です、野手、中野、阪神の中野選手、これ理由があって、はい、まあ確かにベストナインっていうのは牧を選んだ、うん、はい、でも中野に特別賞っていうのは、うん、昨今ね、うん、フル出場試合ね、試合数、フル出場、フルイニングっていうのがさ、なかなかできてないんだよ、みんなが、はい、でね、統一契約書にあるんだよ、はい、やっぱりレギュラーとはって、うん、ね、全試合に出てどうのこうのとか、いろいろあるんだよ、貢献しなきゃいけないとか、まあ、そういう統一契約書があるんだけども、中野と岡林だけだよ、フルイニング、うん、あ、そう、その中で優勝争いをしてる中で、はい、疲れたと思うよ。フルイニング、フル出場、はい、これはね、特別なことだよ、うんうん、今ではやっぱこう働き方改革じゃないけども、はい、我々の時もあったんだよ、あの10対0とか勝ってる時に、うん、あ、もう変えてくれないかなって、うん、もうこの試合もういいだろう、若手守備に使いしていいだろうみたいなことを勝手に思ってたこともあるんだけども、やっぱレギュラーとして守り通すには全試合フルイニング出るっていうのは、うん、大変なことなんだよ、はい、だからこれをやっぱコンバートされたセカンドで中野がやり遂げたっていうのに、はい、俺はなんか特別な思いがあるんだよね、はい、
だから本当に頑張ったなと思うもん。そうですよね。いやくじけそうな時あるよ。やっぱ調子が悪い、体の状態がもう疲れてる、うん、そんな時には少し休みが欲しいなっていうこともあるよ、うん、それを自分の心を奮い立たしてね、頑張っていく、これはね大したもんだと思うよ。もう WBC から始まって最後フルフル日本シリーズまで、うん、しかも日本シリーズもフルで戦ってるじゃないですか。マックスの試合数で怪我もできないしね。いやそうですよ、痛いかゆいは言えない、言えない、うんうん、いやそんな中ですごいですね、うん、確かに。で走る走る、で豊さんも同じセカンドで、はい、さらにやっぱり上位打線、まあ 1、2番を打つっていう同じその心境というか、そこでフルイニングっていうのは、いやセカンドも大変だから、もちろんショートの方が大変なんだけどね、はい、まあ、だけどセカンドではそこを守り通したっていうのは、うん、もう立派というしかない、うんうん、だから、まあ、何の賞もないかもわからないけども、うん、やっぱね理解してもらってる人がいるって思うと多分救われると思うよ。励みになりますね。本当に偉かったと思う中野選手、うんうん、なんかちょっとうるっといやいやそらきますよね。大変さがわかるもん、セカンドでフルイニング。でもレギュラーとしては当たり前のことだっていうふうに、ね、なっていかなきゃいけないんだよ本来は、うん、本来はね、うん、だけどそこをやっぱ中野がやり遂げたっていうのは、うん、もう本当にね偉いとしか言いようがない。そうです、ね、まあ、岡林もそうだけどね、はい、ただやっぱ順位的にね、うん、阪神のその優勝争いをしてる、うん、そんなことを考えるともう逃げ出したい時もあったと思うよ、うん、いやそのぐらいのプレッシャーをかけながら自分でやってたと思うし、はい、だからそういう意味では中野に何かあげたいなと思うよ。そうですよね、うん、だから僭越ながらねこの高木豊賞をこの場を、ねね、借りて何の嬉しくもないかもわからないいやいやいや同じセカンドでいうね、やっぱり OB の方からこうやって評価されるっていうのは一番だと思いますよ。評価してます、もうね大評価ですよね。まあね今シーズン、まあ、豊さん的な新人王そして MVP 最後に高木豊賞というのを発表しましたけれども、はい、いやでもなんかあれですね、今シーズン通してもちろんこういった選手たちも活躍して感動を与えてくれてましたし、その他の多くの選手たちも私たちに感動といろんな、ねはいね、勇気を与えてくれて、いやそれもちろんそうだね、うん、まあ、全選手が一生懸命やったし、はい、全選手に感動もらってるしね、はい、だからそういう意味ではそのやっぱり勝負事だから勝ったチームが、うんより光るというね、はいはい、だからまあ来シーズンはね、はい、一つでも上に行くように、うん、まあ、頑張ってほしいと思います、はいはい。